どうも35人バトルやっていきます。はい、始まりました。今日も勝つよ。まあ、前回負けたんですけれども、今日ね、雑学でも話しながら雑談していこうかと思いますね。すいません、別にギャグじゃないですよ。たまたまね、話はそうなっただけです。で、今日ちょっとですね、動物にまつわることを話したいなと思っておりまして、まあ動物を雑学やっていきたいと思います。ちょっとかちょっとやばい、いきなりやばい。よオッケー。でですね、まず1個目なんですけれども、いきなりなんですが、犬は猫舌であるっていうことを知ってますか？まあ犬に限らずなんですけれども、動物って自分の体温よりなんですかね、温度が高い食べ物を食べないらしいんですよ。だから犬に限らず動物は大体猫舌らしいんですよね。まあそういうどうでもいい話から始まっていきます。で、次になんですけれども、ゴリラの求愛行動ってご存知ですか？ゴリラってですね、まあ好きなメスがいるとですね、なんとですね、糞を投げるらしいですね。なんでやねんって感じですけどね。まあただなんですけれども、なんて言うんですか、ゴリラに好かれたいと思ってですね、糞を投げにわざわざ動物園に行くことはやめてくださいね。飼育員さんに怒られてしまいますし、飼育員さんに怒られなければいいかと思ってからですね、アフリカとか行ってですね、糞を投げるようなことはやめてくださいね。死んでしまいます。はい。で、ただ、あと注意点なんですけれども、ゴリラって、求愛行動以外にも、まあ、威嚇するときも糞を投げるらしいんですよ。まあ、どっちやねんというような感じなんですが、まあ、なんで、やっぱり糞を投げに、ゴリラに糞を投げるためにアフリカに行ったりするようなことは決しておやめください。危ないので、おっさんゲームズに言われたからアフリカに、ゴリラに糞を投げるためにアフリカに行きましたとか、そういうことはやめてくださいね。で、さらにちょっと次に行ってみましょうか。まあ、さらに危ない生物なんですけど、トラっているじゃないですか。まあ、猫科なんですけれども、まあ、猫科の動物、まあ、多分猫、まあ、代表して猫なんですけれども、猫って尻尾踏まれると怒りませんか？だいぶ怒るかと思うんですよ。ただなんですけど、トラの尻尾は、なんか神経が通ってないらしくてですね、まあ、踏まれても痛くないということらしいですね。ただなんですが、まあ、確かめに虎の尻尾を踏みに行くようなことはやめてくださいね。死んでしまいますので。よし、今日は減りが少ない。まだ21人。はい、じゃあまだまだね、雑学いきましょうか。コアラってご存知ですか？こういう生物ですね。ちょっと絵があったら、イラスト屋さんからちょっといただいてから表示してみたいと思います。ユーカリとかいうのを、食べる生物ですね。そのコアラって1日何時間ぐらい寝ると思います？まあ答え先に言っちゃうんですけど、なんと1日22時間も寝るらしいですね。すごいですね。確か怠け者が1日20時間ぐらいしか寝ないので、なんと怠け者より怠け者というすごい生物ですね。で、僕最高で寝た、一番寝たのは1日何時間ぐらいだったかな。1日そうだな、15時間ぐらい寝たことありますね。多分15時間ぐらい寝ると頭が痛くなりますね。残念な現実ですね。皆さんあります？経験上、起きたら明後日だったっていうことありますか？もうそれ一回経験してみたいんですけどね。起きたらもう、例えば10日に寝たら、起きたら実はもう12日だったとか、そういう2日経っちゃってたかとかいうことがあるとマジで焦るかと思うんですけれども、すごい経験だと思います。さてさてさて、ネタがなくなってきたぞと。まだ20人もいるのが1人しか落ちてない。やばい。お、19人ありがとう。で、コアラがなんかそういう22時間も寝る理由って、ちょっと僕の調べが正しければなんですけれども、ユーカリを食べていて、その解毒、なんかユーカリってなんか毒が結構あるらしいんですよ。その解毒に時間がかかってるという風な話らしいですね。まあ解毒するために寝ないといけないという状態らしいです。ちょっとびっくりですね。さて、次の雑学いきましょうか。なんとですね、犬って飼ってる方いらっしゃいますか？犬ってあるらしいです。かまってほしいとき仮病を使うらしいですね。すごい仮病。なんかお母さんとかに甘えたい人ってあれじゃないですか、仮病使ったことないですか？僕
多少使ったことありますよ。やっぱりね、お母さんとかは結構お母さん好きですので、まあ犬がまさか毛病を使うとは知りませんでしたけれども、まあちょっと可愛いですよね。私の知り合いの女性もチワを飼ってましてね、すげえ可愛いんですよ。で、犬が毛病を使うっていうことを聞いたらちょっとあれですね、その女性なんですけれども、結構クスクスって笑うと思いますね。そういうところも言って可愛いですよね。さあ次行きましょうか。皆さんカピバラってご存知ですか？こういう生き物ですね。あ、絵があったら貼っときますね。お、やべ、間違ってしまった。オッケー、まあいいや。こいつは強いですからね。これでよし、困った困ったって感じだったんで、よかったよかった。で、あ、どこまで話したっけな。そうそうそう、カピバラの話題なんですが、カピバラって結構足速いんですよ。最高時速ってどのくらいだと思います？なんとカピバラの最高時速は50キロなんですね。恐ろしくないですか？で、ちなみにウサインボルトの時速、最高時速はなんと45キロなんですよ。だからカピバラよりウサインボルトよりカピバラの方が速いんですよ。これマジびっくりじゃないですか。あんな温泉入ってのっぺりしてるような生き物がウサインボルトより速いというこの現実、マジびっくりしましたね。おっとっとっと、今日は長いぞ。残り13人も嫌がるとか言っちゃいけないんですけれども、いかんいかん、残り集めてた雑学が1個しかないんですけれども、ネタがつきそう。あー、やばいやばい、いい雑学じゃなくても最後は雑談で言ってなんとかしたいと思いますね。はい、最後の雑学、コンクリートを食べる生物がいるらしいですね。まあカタツムリなんですけれども、カタツムリってなんか殻を作るのかな、殻を作るのになんかカルシウムが必要らしいんですよ。あ、やっちゃった。いかんよし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 、ごめん、使う。 OK、 おー、危ない危ない。で、そのカルシウムがコンクリート、炭酸カルシウムかな、それがコンクリートの中にあるので、まあそのコンクリートを食べてからそのカルシウムを吸収するということらしいですね。はい、ちなみにこれで用意していた雑学が全部なくなってしまいました。おっと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 、じゃあちょっと他にね話したかったことがありまして、皆さんこういう状況、感染症が広がっている状況なので、まあ行きたい場所とか、もし終わったらここ行きたいなとかあるんじゃないですかね。僕もちょっと少しはありまして、まず温泉ですね。まあ、前回ももしかしたら話したかもしれないですが、温泉に行きたいなと思っております。結構温泉好きなんですよ。で、もう一個、ディズニーランド。ちょっと普段は僕ディズニーランドって、ダメな人間なんですけれども、並ぶ時間がすごく長いじゃないですか。ちょっと厳しくてですね、ただなんですけど、今このコロナ禍でおいてこういう感染症が厳しい状況では、なんとですね、あんま並ばなくていいらしいですね。それ非常にありがたいなと思っておりまして、ちょっと行ってみたいなっていう気持ちは少しありますね。なんでしたか、一番人気のやつディズニーシーだったかな、ディズニーシーのなんとかマニア、トイストーリーマニアか、トイストーリーマニアのなんていうんですか、待ち時間マックスが、なんと今まででのマックスが8時間でしたっけ。あ、違うか、なんかあれだ、ディズニーの誕生日の日かなんか記念日の時に16、ディズニーはなんだっけ、写真を撮るというやつ、アトラクションでなんか16時間待ちとかがあったっていう話は聞いてますね。来た、10ゲーム来た、まずい。あ、けどこれって上にしか行か、意味ねえじゃん。10ゲーム意味なし。10ゲームの意味って何なんですね。これ上にどんどん行くよ、これ。これ面白いな。なんでやってるんだろう。あー、やばい、意味があった。マジか、10ゲーム意味がねえなと思ったら当たってしまった。あ、やばい、取りに行く。オッケー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 。さあ、やっと6人。さあ、戦いに行けるぜ。うお、勝つよ。オッケー。さ
すみません、もう変なね喋りが下手で申し訳ございませんでした。やっとね6人になりましてね、こう勝負にね出てこようかと思いますね。時間もまあまあある今回は。さあ勝てるでしょうかね。あと6人ですけどね、まだまだ雑学というか雑談してみたいと思います。鬼滅の刃なんですけれども、途中で諦めた方がいらっしゃったらしくてですね、まあ確かにあれきついですよね、長いからきついかなって感じる時もありましたね。何巻まで皆さん言ってますか。まあ、僕あれですね、確か21巻だったかな、そこら辺までは行った記憶がありますね。あれです、まあ、ネタバレはしたくないのでこれ以上話さないんですけれども、まあ結構ですね、途中で諦めた方もまた読み始めるといいと思いますよ。あれ後半まで面白い。鬼滅好きの、人に聞いたことがあるんですけれども、あれらしいですね、鬼滅の刃って出し惜しみをしないのがいいっていう風な話を聞きますね。なんかこう結構伸ばしてる、話を伸ばす、漫画って結構あるじゃないですか。鬼滅の刃はそんなことはしない、もう最初から全力だっていう感じらしいですよ。ちょっと待ってください、あと残り3人、やばい、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってね、集中するよ、そろそろ集中せんとやばい、立つ、やばい、緊張してきた、うーわポーカー、ここから、やばい、オッケー、ちょうどいいところで、うわうわ、よし、おい、さあ私の勝った、やりました、オッケー、いやーよかった、勝てたね、すごいな、ゴリラの糞の話をしながら勝ちましたよ私、ちゃんとよかった、まさかこの条件で勝てるとは思っていませんでした。はい、というわけですげえコインたまっていったな。はい、というわけで、まあできるだけ、まあ、てか1位見事取ることができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。